はい、ニセコエマリカ編パート9やっていきたいと思います。どうも、カギです。前回はマリカと一緒に逃げ出した動物を助けて、マリカとはまったり話そうってことだね。話そう、マリカ。どんな話をしましょうか。どそうんでなす話する？ね。こうやって2人でお話でき怪我ない？私は平気ですけど、それよりラク様の方が心配です。ほら、ほっぺに擦り傷が。お、急に近づくなって。俺に触るなって俺に触るなって怖すぎでしょ。ラク様のお肌すべすべですね。うわぁ、そういえば前から不思議だったのです。エッチだな、エッチだわ。今日はなぜ動物に好かれないのでしょう。まあ、動物がオノデラのこと好きだから永遠の謎にしよう。助けてにするか。そんな泣きそうな顔でおっしゃられても。動物がオノデラのこと好きで、オノデラがラクのこと好きだから動物はラクのこと嫌いってことなんかな。そういうことなんかな。なんでなんだろうね。きっと好かれないのには何か外的な理由があるのですわ。見た目が悪いとかかな。ヤクザの息子だからかな。いや、いいよ、あくびぐらい。全然お前ほんまに可愛いな。お話が退屈なわけではないのですよ。マリカすごいな。ただやはり少し疲れてしまったみたいです。いいよ、あくびなんて全然しろよ。何かお礼がしたい。いえ、そんな気にしないでください。愛は見返りを求めないものですわ。へえ、そうなんや。でもそういえば一つだけお願いしたいことがあるのですが、聞いてくださいますか？なんだろうね。ヒントはけで始まるあれです。いや、もう結婚だろ、絶対結婚だわ。けつ難しい。結婚でしょ。そうです、結婚です。さすがはラク様、私の気持ちをよく分かってくださっていますね。お、成功。ではラク様、今日のお礼に私との結婚を。そんなノリでできるわけねえだろうが。あら、ラク様はもっとムードがある場所でプロポーズしたいということですか？ポジティブだな、ほんまにお前も。今日のところは我慢しておきます。どんだけポジティブなんだお前は。お嬢様、お車の用意ができました。あら、もうですか？残念。もう少しラク様とのお話を楽しみたかったのですが。ああ、そういや、なんで最初から本田さんを呼ばなかったんだ？お前なら、そうだよね。本田さんたちに頼めば、そこ頼ん、そうだの。捕まえるのだってあっという間だっただろう。まあ、そこをしないとこがマリカのいいとこだよね。それはそうなんですけど、言うなればこれは私の単なるわがままですから。わがまま？ラク様のためにできることは、てかマリカが自分の力でやりたいんです。普通マリカが食われそうだったら助けに来るんじゃないの、本田さんとか。まあ、マリカほんまいい子だな、ほんまに。ほんまにいい子、お前はもう。好きな人のために頑張るっていうのはそういうことなんだと、私は思います。その好きな人って、俺のことなんだよな。微妙に返答はしづらいけど、こいつのこういうまっすぐなところは。返答しろや、俺もお前のこと好きだよって。それでは、ラク様。ほんまけなげだよね。この礼はまたそのうちにな。もうお礼でしたら結構ですと先ほどから申し上げてますのに。お礼にちょっとデートしようぜ。デート、そういうわけにはいかねえよ。これは俺のけじめだ。さすがヤクザだからけじめつけないとダメだよね。何かことがあったらいつでも俺に言えよ。俺にできる範囲で何とかしてやるからさ。わかりました。ならその時はお願いしますわね。ヤクよ、ヤクよ。お、おたまか。やけにご機嫌じゃねえか。お、これ初めてか。実はの、良いものを見つけたのじゃ。何見つけたの？何見つけたんだ？知りたいか？我々に教えてほしいのか？うざい。うざいな。別にいいわ。聞いてあげろよ。そこは聞いてくれ。聞いてくれれ。したくてうずうずしておるのじゃ。
最初からそう言えよ。で、何を見つけたんだ？デパートで絹のような舌触りのお揚げを見つけたのじゃ。お揚げを見つけたんか。お前デパート行ったの？まさかお前一人で行ったの？その格好でお前デパート行ったの？もちろんじゃ。トロフはふわとろーちゃったぞい。食ったんか、お前舌。街の試食コーナーにでも紛れ込んだのか？トロフはーじゃ。いろいろ突っ込みたいこともあるが、それでそのお揚げがどうした？あのお揚げをたくさん食べたいのじゃ。なるほど、買ってこいと。ふむ。なんでこれか。わらわが食べたいからじゃ。ストレートな理由だな。どうせ買わされる流れになりそうだし。週末マリカと行こう。マリカと、マリカと買いに行こう。それでこそわらわ週末アイドル、週末ヒロインか。なんだっけ、桃色クローバー Z。 はいはい、スキップする。お、かわいいな、オノデラ。スキップ。よし、マリカ行こう、マリカ。が、教室にいるはずだ、どうせ。はい、教室にいませんと。今、ってことは、こっちにはいませんと。はい、じゃあもう進めるか。スキップしよう。時間を進める。マリカがいなかったらね。次は体育か。着替えて準備しねえと。これ前、小野寺にやられたね、小野寺編の時。次、マリカだね、今回は。だあー、アスミカナだ。いや、もしかしたらアスミカナかもしんないね。声だけだから、もしかしたらアスミカナかもしんない。よし、じゃあアスミカナ。アスミカナってないじゃん、お前。しょうがない。じゃあ、アスミカナみたいな声をしてる立花マリカさんにしよう。立花だろ？いや、わかるでしょ、普通に。誰でもわかるよ、これ。日本国民の8割ぐらいわかるよ、大体。マリカは星なんだね。星が横に行ってるんだ。おし、全員、めっちゃ来てんの。どこ？保健室。おい、保健室。ラク様、どうしてこのようなところへ？お前が保健室へ行ったって聞いたから、見舞いに来たんだ。かっこいいな、お前。ほんまにイケメンだわ。そうでしたか。私のために嬉しいですわ。でもご心配なく。私、ラク様が心配するほどには病弱ではありませんから。いや、まあまあ病弱でしょ。すぐ倒れるからな、ほんまに。もう俺がお姫様抱っこするしかないな。それより立場なんですし。なんでそこで強がるんだ。座ってくださいな。今お茶を出しますから。いや、お前の部屋か。お前の部屋みたいになってるじゃん。した紅茶がここにあって、他の生徒さんがお土産に持ってきたクッキーも棚の下にありましたわね。わあ、これですわ。なんでお前自分の部屋みたいになってんの。そんな勝手に引っ張り出すなよ。先生に怒られるぞ。大丈夫ですよ。そんなことで怒るような先生ではありません。あ、そういえば先生にガーゼと消毒液の補充も頼まれていましたわ。今のうちにやってしまいましょう。でもガーゼと消毒液補充してる、補充した手で、あの紅茶入れとクッキーをやめてくれよ。お前の家かっつーの。実際家と教室の次くらいには来ているかもしれませんね。体調の良し悪しに関わらず、先生はいつ来てもいいと言ってくださいましたし、普段からお話をたくさん聞いてもらっているんですよ。へえ、仲良くやってんだな。ええ、優しくて素敵な先生です。保健室の先生出てきたことあんのかな、アニメで。アニメというか、まあまあ原作とか漫画とかで、アニメとかでも。なんか意外っつうか、俺ら以外ともちゃんと交流してるみたいで、ちょっと安心したぜ。もちろん話題はラク様のことだけですから、安心してくださいね。先生も大変だな。187まで止まったね。これ何本まで止まるのかな、マックス。坊ちゃん、スキップするぞ。スキップします。さて、お玉が言ってたふわとろ。あ、そうか。無事買えたし、そろそろ帰るか。お揚げ買いに来たんか、デパートに。嫌ですわ。あ、マリカ、触らないでください。おい、誰だ触ってんの、マリカに。いいじゃん、いいじゃん。お前いつもその服だな。楽しいところに行くだけだし。お前やめろ、ほんまに。お前マジで本田さん来んぞ。みたいな可愛い子、本
放っておけるわけないでしょ。なんだその声は。お前絶対はなんかドレッドヘアのなんか髪の毛でしょ。お前のその感じ、 B ボーイみたいな系。やっぱり立花か。よし助けに行こうぜ。絡まれてるみてえだけど。助ける助ける。どうしよう。助けるの決まってるだお前。本田さんが来るだろうって、まあね、俺だったら本田さん来るだろうと思うけどね。一応助けるそぶりだけして本田さん来るのを待つっていう。ラク様、勝手にいなくなるなって言っただろ。ほら行くぞ。いや兄さん方もすみませんね、俺の連れが迷惑をかけたみたいで。そんじゃさよなら。でもこいつの場合ヤクザがばっかりついてるからね、喧嘩なんて別に負けてもいいもんね。私を恋人のように扱ってくださって、こんな幸せなことはありませんわ。普通なんかそこ照れたりするとかじゃなくて、なんかバカ野郎、ここは話を合わせるとこだろうが。なんなら今から本物の恋を始めてもいい。なんだわその顔、ペコちゃんはできていますから。なんでペコちゃんみたいな顔してんだよ。分かってる。なんだよお前、俺らに嘘ついてたのか。しょうもねえ手を使いやがって。嘘ではありませんわ。私とラク様はこれから真の恋人関係になるんですから。ああ、もうよくわかんねえけど、君みたいな可愛い子とさなヒャラヒャラ君は釣り合わねえよ。まあ釣り合わないな、それは俺も思う。俺らみたいながっしりしたタイプの方がいいと思うぜ。まだがっしりしてんのか。ラク様とあなた方では太陽とミジンコほど違います。いやもう全然違うじゃん。月とすっぽんじゃなくて太陽とミジンコって。なんで喧嘩売ってんだよ。だってこの人たちがラク様をバカにするものですから。せっかく助けに来てやったのに、事態をこじらせてどうするんだお前は。いやもうラクの組のやつ連れてきたらもう一発でしょ。私の使命ですわ。使命って、ほら腕に絡みついてくるな。おい、あ腕に絡みついてんの。二人でイチャこいてんだ。ふざけやがって、一発ぶん殴らなきゃ気が済まねえぞ。待て。いやお前、俺は殴っていいけど、マリカは殴ってダメだからね。失礼。お、かっこいい。皆さん、よろしくお願いします。突入！マリカお嬢様を至急保護せよ。機動隊員出てきたよ、こんなんで。チンピラバーサス機動隊員。なんだいつら！わあ、お助け！どっか飛んでったぞ今の BGM。 BGM だろ、 SE 駆逐とは進撃のあれか。問題ないから。ふ、いえこちらこそあまりお役に立てなくて。ねえ聞いて本田、先ほどラク様が私のことをマリカと呼んでくださったんですよ。めっちゃテンション上がってるじゃん。そのおかげでややこしいことになったんだけどな。分かってんのかお前。ええ、こんな風にラク様に助けていただけるならいくらでもナンパされますわ。分かってないじゃん全然。またマリカって呼んでくださいね。今度は黙って恋人のように振る舞いますから。全然分かってねえし。たく、結局問題は本田さんが片付けちまったし、別に俺が出ていく必要もなかったけど。いやそこ出ていくっていうのに意味があるんだよね。そこに意義があって意味があるんだよ。私すっごく嬉しかったですもの。今も胸のドキドキが止まりません。ありがとうございます、ラク様。いいよいいよ全然それぐらい。お次日曜か。日曜はなんか選べるんだっけ。よし、じゃあ日曜日だし、ここで終わるか。見てくれた皆さんありがとうございました。さようなら。